皆さんこんにちは。インスパイアの豚です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりにインスタグラムの話をしたいと思います。インスタグラムのセミナーが昨日ありまして、たまたまですね、今年初めてインスタグラムに投稿することがあって気づいたことなんですけど、知らないうちに機能がですね、ちょっと変わっていました。そのことについて今日は紹介したいと思うんですが、まずですね、実際に画面を見てから行きたいと思いますので、今からお見せしていきたいと思うんですけど、今からちょっと出しますね。ちょっと待ちください。こんな感じですということで、ちょっとやってみましょうか。はい、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、今これインスタグラムですね。インスタグラムを起動しましたと。起動しまして、ちょっと何か投稿しましょうということで、ここを押してですね、ここのとこでなんか写真を選んだしますね。こう写真を選びますと。で、これで次へっていうふうに行きますと、はい、次へに行きますと、ここのとこの、とこに他のアカウントに投稿っていうのが出てきてますよね。これがね、前なかったんですよ。で、まあ、簡単に言えば、ここがまあ、こんな感じね、こんな感じになっていたわけですね。で、今までは、Facebook とか Twitter とか Tumblr とか、Ameba、Mixi という、まあ、日本の SNS ですけど、これ知らないうちに日本だけになってたんです。昔は日本以外のもの出てたんですけど、なんか知らないうちに日本だけになってますが、ちゃんとカスタマイズされてますけど、まあ、こんな感じになっていたのが、他のアカウントに投稿っていうのが出るようになったんですね。まあ、これによって、まあ、ここにありますね、僕の他のアカウントですね、例えば、新潟フードとか、ここら方にもですね、Facebook、Twitter 以外にもですね、投稿できるようになった。今、一瞬メッセージが出ましたけどね。で、こんな感じにできるようになったわけです。で、これね、一回やるとなぜかね、下がこう消えちゃうんで、消えちゃうんですけど、で、ちょっと戻しましてですね。一回ね、閉じてしまうと消えちゃうので、ちょっともう一回インスタをね、再起動しますけど、よいしょ。これでいけるかな。なぜかね、バグなのかな、よくわからないんですけど、そういう現象が起きるんで、ちょっと今、Facebook が一回閉じてしまうと、ね、出なくなってしまうんですね。で、もう一回ちょっとやってみますよ。はい、では、もう一回ここ出しまして、で、ここでもう一回選ぶとですね、よいしょ、次へと。はい、そうすると、この下の方にこうやって出るようになっていると思います。で、ここのとこで他のものをこうやって選ぶとですね、Facebook、Twitter まだ何度もね、シェアするできますように書かれてますね。こんな感じにできるようになります。そっか、こっち側を選ぶと、そうすると Facebook 側ができなくなるのかな？今、消えたので。どっちかしかできないってことなのかな？っていうメッセージが出てたんでしょうかね。なので、ここをこう閉じると、こっちが出てくるってことですね。どっちかしかできないのか。だけど、おそらくですけど、ここの下のとこに、詳細設定っていうのがあるんですが、詳細設定に進んでいくと、Facebook で投稿、シェアってなってるんで、ここを多分オンにしてると、Facebook 側には、こうやって上がるんですね。こうチェックが入りましたね。これだと他のとこもいけるんじゃないかなと思うんですけど、一件のみになりますか。ああ、なるほどね。今のメッセージ大事だね。今のメッセージ。ちょっとスクショ取っておきましょうか。ここをですね、こっち側を Facebook をつけて、ここの、インスタのもう一個をつけようとすると出るメッセージね、これね。これです。はい。ここに出てるメッセージですね。Facebook、Twitter、または Tumblr でシェアする場合、投稿できるインスタグラムアカウントは1件のみになりますということで、なんかここに制限がかかってるんですね。なるほど。これは面白いですね。よいしょ。これをちょっと保存しておきましょう。なので、こっち側のチェック入れると出なくなるんですね。で、このように、複数のとこに、今はこの Facebook につけてるので、できないんですが、こっち Facebook 側を切っておくと、ここをですね、このように、たくさん選ぶことができるわけですね。なので、今までは他の SNS にシェアしてたかもしれないけど、これからは他の SNS ではなくて、
インスタグラムの中に同時投稿しなさいっていうようなことを言ってるような気がしてですね、他の SNS を使うなと。ただし、Facebook だけは、まあ、使ってもいいよみたいな、ちょっとね、雰囲気がしますけどね。まあ、Facebook に買収されたサービスですので、ね、こんなことができるようになっていますと。で、ちょっと戻しましてですね。例えば、ここにしましょうか。2つだけちょっとつけてますね。で、これで、投稿しています。なんか、京都市とかにしてですね。まあ、これ富士山なんですけど、富士山。はい、これで、OK として、シェアしてますね。シェア。はい。そうすると、これでシェアされましたので、そうすると、ここ、今上がってるのは、僕のですね、今、投稿済み2分の2っていうのが一瞬出ましたので、このメス、これによってですね、ここと、もう一個上がってるっていうことになるんですね。ここのアカウントと、そしてここで切り替えたところの、こっちですね。新潟トラベルっていう方にも上がってますよね。で、同じように、この、ちゃんと位置情報がついたりとか、ハッシュタグついたような情報が投稿できてますよね。これができるようになったということです。で、ですね、ここの詳細設定っていうところがちょっと大事なので、ここの話もしたいと思うんですけど、この実際この投稿するときにですね、まあ何でもいいんですが、投稿するときに、よいしょ。この詳細設定というところにちょっと書いてあるんですけど、はい、コメントをオフにする。まあ、これ実は前々からもうできるんですけど、ただ動画撮ってなかったので、今日ちょっと一緒にもう紹介しておきますが、コメントをオフにするって機能があります。なので、なんかこう、投稿を頑張ってるんだけど、なんかね、嫌がらせとか、もしくはですね、返事をする余裕がないっていう場合は、ここをオフにしとくとですね、返事を、コメントを打てませんので、返事を返さなくてもいいですと。で、Facebook で、投稿をシェアするって機能があるので、まあ、これも設定でしときましょうっていうことですね。で、ポイントはね、3番目に書いてる文なんですけど、代替テキストを書くっていうのがあって、これは、いつかな、昨年の暮れぐらい、昨年の秋かな、ぐらいに実装された機能なんですが、視覚障害者のある人に写真の内容を説明するためのものですということで、写真の代替テキストは自動的に作成することも、自分で作成することもできますということで、これ何もやらないと自動的に作成するということなんですね。だからこれはもう完全人工知能の、が写真見てですね、学習できるようになったということなんですね。で、その人工知能の精度を上げていきたいんだれば、ここに入力しておくと、人工知能が最初に考えていたことと、皆さんが打ったものの、照合してですね、賢くなっていくということです。なので、ちょっと前は、そのハッシュタグをですね、いろんなものをつけてですね、写真にないハッシュタグをつけて集客するってこともできたんですが、すでにこのように、写真に写っているものが読み取れるようになってきたので、写真に関係ないハッシュタグについては、まあ、検索結果に出さなくするとか、もしくは重み付けを少し軽くして、一致してる方を優先するとかね、点数を上げるみたいなこともやってくるかもしれないですね。はい。ということで、ちょっとこっち側を見ていただきたいんですけど、よいしょ。はい。今日は、このインスタグラムのアカウントで最大3つまで同時投稿が可能になったということについてお話をいたしました。で、じゃあどういうふうに使ったらいいかって話なんですね。他の SNS は自分の SNS がすでに存在しているわけなので、そこに楽ちんにするためにね、同時投稿するっていうのはよくわかるんだけど、インスタグラムの中に複数のものに同時に上げるメリットって何があるのっていうことで、ちょっと説明したいと思うんですが、まあ、例えばですね、家具屋さんがありましたと。で、家具屋さんのインスタアカウントで、家具っていうことに関しての、まあ、総合アカウントみたいな。例えば家具といえば、テーブルも売ってるし、椅子も売ってるし、ソファーも売ってるし、ベッドも売ってるし、みたいなアカウントがあったりしますね。で、この場合は、集客するキーワードは、例えば家具です。家具のインスタアカウントですっていうのを作るわけです。ただし、買う側は家具って検索して、アカウントを探したりとかしてる人ばかりではなくて、例えば、ソファーだけ見たいとかね、椅子だけ見たいとかって言ってる人もいるので、だったら、家具っていう総合アカウントと、あと2個目、3個目に、
椅子だけを紹介するアカウントとか、ベッドだけを紹介するアカウントを作ればいいよねっていうことですよね。で、これは今までもやっていましたよね。ホームページの方で、その公式の総合アカウントっていうものと、あと絞り込んだアカウント、アカウントじゃないですね、ホームページっていうのでやってたと同じような形をインスタでもできるわけです。なので、ここのチェックを入れるときにですね、家具のアカウントから投稿するんだけど、その椅子の写真を上げようとしたときには、椅子っていうアカウントだけをチェックして右側にする。色を変える。で、今回上げるときは椅子ではなくてベッドだったときは、ベッドのとこだけをチェック入れて右側にする。みたいな形にしていくといいんじゃないかなと思うんですね。そうすると、ベッド、一つをやると、ベッドとか椅子の方で投稿しなくて良くなるので。ただ、ベッドを買ってもらった方とか、椅子を買ってもらった方に対しては、そのベッドを買ってもらった後に、実はうちはベッドもあるんだけど、総合的な家具屋なので他のもあるよっていう時には、インスタの総合アカウントっていうのを紹介して、そこをフォローしてもらった方が、リピートっていうかですね、他のものをリピートしてもらうとか、他のものを買ってもらうということができると思いますので、そういう誘導っていうのはありだと思うんですね。なので、そういうような使い分け。だから総合アカウントっていうのは、どっちかというと、新規のための総合アカウントって作り方もあるし、例えば、リピーターさん用のアカウントを作るってやり方もありますけど、このようなことで使い分けるってことができるんじゃないかなと思います。なので、僕の場合は、あんまり公式のものとそれ以外のものを完全に分けていて、で、公式のものは、テスト用というかですね、インスタグラムの、いろんな、自分の個人的なものを上げていますけど、例えば、新潟フードっていう、この2番目に出てるものなんかは、新潟の、飲食店しか上げないし、3番目のものは、新幹線のものしか上げないし、4番目のものは、これはダミーアカウントといって、そのセミナーとかでこうやってやるんだよって説明する用のアカウントであるし、だからさっきのように本当はね、富士山の写真とかこれ上げちゃいけないんですね。これちょっと後で消しときますけど、こういうものではないし、そして一番下にあります、横田修林っていう、これはですね、通販用のアカウントとして作ったものなんですけど、なので全然関係ないです。通販の写真しか上がってないみたいなものなんで、こうやって使い分けてるわけですね。なので、そのインスタグラムのアカウントの使い分けっていうのがかなりやりやすくなるんじゃないかなと思います。で、今なんでこの他の SNS への共有の部分に、制限をかけてるかっていうことがちょっとわからないんですけど、有料にしたらできるようにするとか、マネタイズを考えてるのかどうかわからないんですけど、そんなにサーバーに負荷かかるとかっていうことではないと思うんですね。今の仕様を直すのめんどくさいからやってるっていうような理由ではないと思うので、今後次のマネタイズに向けての、あれかもしれないですね。もしくは、他の SNS を使わせないようにするために、あまり他に流出させないようにするために、インスタグラムが、ブランディングに入ってきているのかもしれないですね。こんな感じの機能がありますので、ぜひ、皆さんも活用しましょうということです。ただ、ちょっと一つ残念なのは、この投稿はですね、iOS、iPhone の方は、僕は機能を確認いたしましたけど、Android の方でさっきやってみたら、Android はね、出ないんですよね。だから、Android ではまだ実装されていなくて、で、ただいずれ実装されると思いますけどね。僕がさっき投稿しようとしたもの、ちょっと上げてみましょうか。実際その画面にお見せしましょうか。Android だと今、ここまでしか出ていなくて、他の SNS のシェアしか出てないんですね。だから、ここの部分が同様になるのかどうなのか、ちょっとまだわからないですね。ただ普通はね、なると思いますので、Android の方はもうちょっと待っていただければ、同時投稿できるようになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はですね、Instagram のアカウントが最大6つまで同時投稿が可能になったということについて、お話しいたしました。特に大きいニュースになったわけでもないので、気づいてない方もいらっしゃるかもしれませんが、これ使い方によって結構便利で、活用できますので、ぜひ皆さんも複数アカウントを作ってですね、運用していただければと思います。
インスパイアのことでした。ありがとうございました。